どうもこんばんは、アラジです。今緊急で動画を回してるんですけども、2022年の5月ですね。あと何ヶ月後だ、3ヶ月後に、行われる予定だった、福岡の世界水泳が、延期と、なりました。僕たちはですね、ここをね目標に東京オリンピックが終わってからこう来ていたんですけども、やっぱりコロナ感染の拡大の影響でですね、日本に外国人選手を受け入れられないという状況になったので延期になりました。で、延期はですね2023年来年の7月に、延期となりました。福岡のね世界水泳までやりたい、やるっていう選手は多分多かったんじゃないかな。やっぱり東京オリンピックで無観客だったっていうことで、福岡の世界水泳まで、ちょっと頑張ろうかなって思ってた選手も多かったと思うので、これは結構僕としても結構来たというか、メンタル面でちょっときついなとは思いましたけど、やっぱり延期ってなるのはすごい慣れてきてですね、すぐモチベーションをね高く持てる、方法も最近は見つけれてきたんで、そこはねちょっと大丈夫なんですけども、来年の7月に、福岡になりました。でですね、ここで先日、発表があったんですけども、ハンガリーのブダペスト、僕が、海外でプレーをしていた場所です。ハンガリーのブダペストで今年の6月の18から7月の3日まで世界選手権が、行われることになりました。これはね、僕たち選手にとっても、まあ、大会があるっていうのはすごい大きいことで、やっぱり1年後に世界選手権があるっていうのと、やっぱり福岡に向けてね、やってたんで、それをね、ちょっと試す場所だったりっていうのは、ちょっと欲しかったので、これはちょっと朗報というか。でですね、この世界選手権なんですけど、普段だったら、世界選手権に出るために予選があるわけですよ。アジアで何枠とかそういうのがあるんですけど、今回の世界選手権は福岡での世界選手権っていう形だったので、僕たちはまあ何開催国として出場する予定だったんですけど、今回のブダペストになると僕らは開催国ではなくなるので、出場できるのかっていうまず問題がまず1点あって、本当にどうなるんだろうなっていうのも未だに僕らも分かんない状況です。3月に行われるペルーでのワールドリーグという大会があるんですけども、あと1ヶ月後になりますね。それもまだ、メンバーが発表されていなくて、まずそのペルーの大会に行くのかもわからない状況です。僕たちアスリートはですね、どんな状況でも、準備しておくことが第一なんですけども、まだ1ヶ月前なのにどうなるんだろうなっていう、今状況でした。本当にアスリートもこういうことがあるんだよっていうのを皆さんに知ってほしくて、あと1ヶ月もないな、あと本当20日後とか3週間後ぐらいの大会なんですけど、まだそれに行くすらもわからないっていう、まあ、メンバーは発表されてないのはもちろんなんですけど、まだ行くのも、決まってないっていう、状況です。で、ペルーなんてね、行くのにアメリカ行って南米ですから、地球の裏側ですから、時差も14、5時間あるんじゃないかな。うん、だからね、準備もね必要だから、結構どうなるんだろうなっていう風な感じで毎日過ごしているんですけども、まあね、このワールドリーグっていう大会は東京オリンピックが終わってですね、新しい代表メンバーとして戦う、一番最初の、大会でもあります。で、まだメンバーも発表されてないので、僕がメンバーに選出されるかっていうのも全然まだわからない状況ですし、だからどうなっても、まあ皆さんには、水球日本代表を、応援してほしいなというふうに思っております。で、3月入ってから3月の中旬ぐらいまで、大会があるんですけども、それ帰ってきてからもですね、やっぱり隔離っていうものは、皆さんと一緒でありますし、まあ、10日間なのか14日間なのか、ちょっとそれはわからないですけども、まあ大会に行けるっていうことはとても幸せなことだと思いますし、大会をね運営してくださるスタッフの方々もねたくさんいらっしゃるので、まあそこにはすごい感謝を持ってやっていきたいなっていうふうには、で、まあこういう大会の情報っていうのもね、皆さんにどのような形でお届けしたらいいのかなっていうふうに思ったんですけど、まあ今回は福岡2022年の、まあスケジュールで言いますと2022年3月に、ワールドリーグという大会があります。
で2022年の6月に、今年ですね、今年の6月に、ハンガリーで、世界選手権があります。でその後ですね、世界選手権が終わった後にこの3月アジア、オセアニア、あとアメリカ大陸ですねの上位3チームかな、3チームが7月のにある、ワールドリーグスーパーファイナルという大会に、出場できます。まあワールドリーグで勝つとワールドリーグスーパーファイナルが、7月にあって、で9月にアジア大会という大会があります。で今年はそのね4つの大会がまあメインとなるんですけど、このアジア大会ですね、9月にあるアジア大会っていうのは僕はオリンピック2度出場してるんですけども、まだ一度も、アジア大会という大会では勝ったことがありません。アジア選手権で勝ってオリンピックを決めたり、あのアジア選手権で優勝してねっていう経験はあるんですけども、このアジア大会っていうのはですね、1回目は僕が代表入りたてでカザフスタンと中国に、負けました。で2回目、2018年かなの大会では中国はダブルスコアぐらいで、勝ったんですけども、カザフスタンに決勝で負けてしまうっていう、で僕自身もあの3回ファールをしてしまって退場するっていう苦い経験がある大会なので、このアジア大会、9月にあるアジア大会っていうものは絶対に勝ちたいなというふうに、思っております。まあね、こういうふうにこの4大会が終わって、その次の年はですね、福岡で世界水泳があるということなので、福岡に向けてですね、みんなで頑張っていきたいなと思いますし、その1年後にはパリオリンピックっていう、またオリンピックがもう3年後だったのでね、もう本当に近いところに、あると思うので、それをまあ1年1年ですね、僕は本当積み重ねて、やっていきたいなというふうに思っております。まああとはですね、まあ、SNS を通じてですね、 YouTube だったりインスタだったり TikTok だったりですね、そういうものを通じて皆さんに水球をこう応援してもらえてるっていう僕の実感があるので、その都度その都度、少しなんていうんですかね、報告だったりとか、大会の様子だったりとか合宿の様子だったりみたいなものを、その上げれればなっていうふうに思っておりますので、皆さんどういうのが見たいとかいうのがあったらね、ぜひあのコメント欄に書いて、残しておいてください。今日はですね、本当に緊急で、動画を回していたので面白くなかったかと思うんですけど、これは皆さんにご報告というか、この大会のね、情報を、ちょっと皆さんに知ってもらいたいなと思って、動画を回しました。この動画いいと思ったらグッドボタンとコメント、そしてチャンネル登録はですね、僕大会の様子などもね上げていきますので、チャンネル登録しておいて、一番に、見るように、してください。お願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。